クックの初期農業遺跡はパプアニューギニア南部にある7000年以上前にまで遡る農業の遺跡である。2008年にパプアニューギニア発の世界遺産に登録された。クックはニューギニア島の南部山岳州にある湿地で100年以上前には伝統的なバナナ栽培が行われていた。1950年代以降には入植していたヨーロッパ人たちによって コーヒーや茶のプランテーションが営まれた。1970年以降に発掘調査が行われ、様々な時代の農業の痕跡が確認されるようになった。当初は栽培されていた植物の痕跡は確認されていなかったが、21世紀に入ってからのティムデナ村の調査でタロイモやバナナを栽培していたことが確認された。遺跡は大きく三期に分けることができる。 最も古い遺跡は7000年から1万年ほど前まで遡るものである。発見されているのは植物を植えていた穴や掘った穴の跡である。タロイモやヤムイモの加工に用いられたと考えられる石器類も発見されている。その次の段階に位置している遺跡は7000年から6400年ほど前のものである。発見されているのはバナナや ヤムイモの栽培に関係あった森土の跡などである。最も新しい遺跡は4350年から3980年頃のものでバナナ栽培に関わる干拓用の水路跡などが発見されている。パプアニューギニア発の世界遺産である。オセアニアの当初にはモアイで有名な文化遺産ラパヌイ国立公園があり、独立国の世界遺産としては ソロモン諸島の自然遺産、東、レンレルがある。しかし、独立した、当初国家の文化遺産として登録されたのは、この、クックの初期農業遺跡及び同年に登録された、ロイマタ首長の領地が初である。ユネスコの事務局長、松浦光一郎によれば、世界遺産が、真に世界を代表するものとなることを目指した。 グローバル戦略の一環でユネスコとしても太平洋の当初国家に対して登録候補の選定などの協力をしてきたといいこの登録もその延長線上に存在するようである文化遺産としてのカテゴリはサイトでありなおかつ文化的景観であるこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された登録にあたっては他の地域と 独立した非常に古い農業の遺跡である点や農業技術の発展の段階を伺う上で優れた例である点などが評価された。パプアニューギニア当局は基準、すなわちの適用も求めていたが、すでに伝統的な農業用地としての重要性が失われているという判断から適用は見送られた。ありがとうございます。